そうだ。もう行こう、いつきくん。剣さんの邪魔しちゃダメだよ。うん。待て。お前、どこかで会ったか。私ですか？いえ、会ったことないと思いますけど、テレビの前以外では。まあいい、もう行っていいぞ。はい。いつきくん、なんだか険悪な雰囲気になるんだもん。先に突っかかってきたのはあっちだよ。そっか、あの人が剣やしろ。合同ライブの時はミラージュのせいで見れなかったけど、剣やしろさんが今主演してるドラマ「ラブラビリンス」は今季一の人気で、しかも主題歌も歌ってる。歌手としてはヒットチャートの常連、俳優としては視聴率のプリンスって呼ばれてるくらいすごい人だよ。それでも嫌なやつだ。でもそこまで言うんだったら見てみたかったかな、ライブ。ふふふ、じゃじゃーん。マイコさんからもらったんだ。いつきくんの分もあるよ。ミラージュマスター、それに芸能人としてやっていくのなら、いいものにはたくさん触れるべきだって。マイコさん太っ腹だね。一緒に見に行こうね。っていけない、私事務所に呼ばれてたんだった。また後でね、いつきくん。ございます。舞子さんからお話聞いてます。葵いつきさんですよね。そうだけど、君は？源守です。ここにいるってことは、君は舞子さんの娘さん？違いますよ。私もフォルトナのタレントです。ああ、そうなんだ。はあ、びっくりしました。いつきさんって不思議な人ですね。そんなことはないと思うけど。あ、事務所に入ったのは君が先だから、守り先輩って呼んだ方がいいのかな。してください。ああ、もちろん。よかったら守りのことをもう少し教えてくれないかな。私はレンチンアイドルマモリンっていう番組に出てるんですけど、いつきさんは見たことありますか？ごめん、あまりテレビは見ないんだ。そうなんですか。ああ、でも守りが出てるならこれからは見るよ。ありがとうございます、いつきさん。
見たら感想を教えてくださいね。あとはですね、私実は歌謡曲が好きで、歌手志望というか歌手デビューしてるというか。すごいじゃないか。そんな全然すごくないです。 CD デビューしてるって言ってもあんまり。でも歌手を諦めたわけじゃないですよ。歌のお仕事いただけるように私もっともっと頑張ります。うん、応援してるよ。頑張って。はい、ありがとうございます。聞いて、翼ちゃんがこれから新しい仕事に行くのよ。うん、翼、緊張してる？緊張してるよ。だって、何のでモデルのお仕事だよ。何の？確か有名なファッション誌だよね。すごいじゃないか。フィールが好評だったからね。大手出版社から問い合わせ殺到だっての。そしたらもう乗るしかないでしょ。大丈夫、誰でもみんな初めて、初心者ですが何かって顔していけばいいのよ。うん、そんなこと言われましても。歌のお仕事ならともかく、お洋服のモデルなんて絶対私にできないよ。歌もモデルも変わらないと思うけど、どっちもお客さんに喜んでもらうために自分を表現してるわけだし。そうかな、私は全然違うと思うけど。俺は翼と違って何か芸能活動をしたってわけじゃないから、なんとなくそう思うだけなんだけどね。でも翼ならなんだかんだでしっかりやれると俺は思うよ。舞子さんもそう思ったから仕事取ってきたんじゃない？あ、そうだね。うん、私頑張るよ。応援してる。ありがとう、美月くん。おかげで目が覚めたよ。ちなみに今回の撮影には翼ちゃんだけじゃなくて他のタレントも来るわよ。撮影してくれるカメラマンは腕利きだからきっといい写真が撮れるわ。それじゃ初のモデル撮影頑張ってきなさい。それにしても、撮影するカメラマンはあの人か。いいんがね。舞子さん、そのカメラマンのことを知ってるんですか？ええ、堀野沢信、業界では有名なカメラマンよ。女性の最も美しい瞬間と角度を捉え、その魅力を最大限に発揮できる素晴らしい才能を持ったマスラオなんてかきたてるマスコミもいるけど、私に言わせればモデルが良かっただけね。モデルですか？ええ、実は私昔モデルやってたのよ。ファッション関係のね。そうなんですか。ええ、その頃に何度か堀野沢と組んで仕事したけど、波よりちょっと上くらいだったわ。まあ
さすがに今はあの頃より腕上げて一流になってるのかもしれないけどね。一流？そんなにいいカメラマンだったらどうして舞子さんさっき浮かない顔してたんですか？浮かない顔？やった樹生くん、そんな顔してないわよ。あ、そういえば。ん？どうしたの？実は雑誌に気になる記事があったので。どんな内容だったの？どうも最近モデルの失踪事件が続いてるらしいです。それでもしかしたらって思って。確かにミラージュ絡みの可能性があるわね。わかった、コネを使ってちょっと探りを入れてみるわ。お願いします。となると翼ちゃんがちょっと心配ね。いつきくん、ボディーガードってことで翼ちゃんのとこ行ってちょうだい。翼ちゃんはダイバーテレビ本社ビル、大玉展望台があるビルね。そこのスタジオで撮影してるわ。わかりました。じゃあ翼ちゃんのこと頼んだわね。おや、君は確か106で。あ、畑中さん。そうか、やっぱり君とは106で会ってたんだな。君の名前は？青井樹生です。青井くんね。君はあの時106で何があったのか覚えているかい？僕はどうにもあの時の記憶が曖昧で、何か奇妙な場所をさまよっていたような。だがそれは夢だったような気がする。正直君とどうやって出会ったのかもはっきり覚えていないんだ。思い出そうとすると頭が混乱して。どうして僕は？それは。お、いつき、ここにいたのか。俺の方も仕事が早く終わったからさ、翼ちゃんのこと見に撮影スタジオに行ってきたんだ。あれ、畑中さんじゃないですか。こんちゃす。おお、君も106が変になった時いたよね。すみません畑中さん、俺こいつ連れて急いで行かないといけないとこあるんで。畑中さん、それじゃあ失礼します。ああ、また。畑中さん、イドラスフィアのことをかなり気にしてるみたいだった。マジか。変に深入りしてこないことを祈りたいな。下手にミラージュに絡むのは危険だ。そうだね。あ、そうだ、翼ちゃんの撮影のことなんだけどさ、俺スタジオにまで行ったんだわ。なんかトラブルがあったらしくて撮影は中止になったらしいぜ。トラブルって、まさかミラージュ絡み？いや、撮影されてたモデルの子たちみんな何事もなく帰っていってた。カメラマンの堀野沢さんすっげえ怒っててさ。翼ちゃん大丈夫かな？
おい見ろよ、いつき。噂をすればあれが堀野沢さんだぜ。じゃあな。あの人がカメラマン。てか、いつきはなんでミラージュ絡みだと思ったんだ？ほら、前にコンビニで立ち読みした雑誌にモデルが失踪する事件が数件起きてるってあったじゃないか。ああ、あの時の記事か。ミラージュ絡みって確証はないけど、なんだか引っかかって。で、それを舞子さんに話したら、ボディーガード代わりに翼のところに行くことになったんだ。まあ、ボディーガード必要じゃなかったみたいだけど。だな。さて、目的は空振りに終わったし、俺は。翼、どうかした？ちょっと今日の撮影うまくいかなくて、カメラマンさん怒って帰っちゃったの。失敗は誰にでもあるよ。今回のことを糧にできるといいんだろうけど。うん。悩みとかあったら聞くから遠慮しないで。話すだけでも何かつかめるかもしれないし。ありがとう、いつきくん。あと少しなら愚痴も聞くよ。愚痴は少しだけなんだ。ああ、それは少しだけ。うん。今回失敗したんだったら次は失敗しないように頑張るしかないもんね。アイドルになったんだから、これからはもっと厳しいことがきっとたくさんある。でも全部乗り越えてこそ本当のアイドルになれるんだから。撮影はまた後日やり直すらしいし、その時はもっと頑張るよ。後日やり直す。どうしたの、いつきくん。いや、その撮影をしているカメラマン堀野沢に不穏な噂があって。不穏な噂？ああ、舞子さんから聞いたんだけど、堀野沢に撮影されたモデルが何人か行方不明になってるらしい。まさかミラージュ？